オンです。おもしです。こんにちは。こんにちは。じゃあチャンネル TOTIVです。今日はあの反発ケースです。はい、久々かな。うん、もう何のヘッド以来って感じですけどコブラ、最後コブラ、コブラやったっけ。 やってないか。それこそパラダイムはやったし、パラダイムピン430、ピン、あ、G430、はい、ほんまの最後偽物か G430 違かったっけかもしれんすね確かに今回は、ちょっとお客さんが貸してくれて、両方とも、両方とも、あの珍しいヘッドとちょっと気になってるヘッドの2つです。どっちがどっちなんですか。ちなみに珍しいのはどっち。珍しいのはこのプロギアスね、 RSF。 これはもう反発ケースで言うたらもうちょっといわくつきというですか超えてたらあかんやつ絶対こっちは気になってるやつですね。これはねトリプルダイヤ S、 しかも TC、 この TC シリアルなんかもしれんな、これ自体が。もしかしたらあ、うん、その僕が知ってるのは TA と TC っていうそのツアー支給品用 の、うん、あのシリアルがあって、うん、TA は一般的にこう流通がしてる感じの、うんうんうん、けどツアー式みたいな、うん、TC は流通してないって聞いたんですよ。ああそうなん。でもこのトリプルダイヤ S っていうのが後から発売したやつやから、そうやな、もしかしたらもうそれこれ自体全部 TC シリアルなんかもかもしれない、ね、ちょっと詳しくないんですけど、はい、僕らもほんまさっきこれが TC やってこと知ったから、はい、あの調べる間もなかったんですけど、なんせ僕が知ってるのは TC は流通線ツアー式って聞いたので、うん、なんかな、大手量販店で買ったらしいねんけど、あ、じゃあ流通線、あ、じゃあ違うな、うん、1個しか入ってけへん、へ、買ったらしい、大手ですら。すごいあれなんですね、うん、不得客なんですね。そうだってさ、だってそういうの不得客にしかさ回さへんのか、うん、はい、ということでちょっとまあ反発ケースの方、はい、今から発表していって、この動画とは別でせっかくなんでシダしていきたいと思います。この2つを、そのプロギアに関しては反発ケース超えてたやつの代替品なんで一回あれしましたもんね。そう、なんて言うんでしたっけ、大問題になったやつ、その時のヘッドなんで、もう超えてたらえらいことですこれただどこまで補修的になったかっていうものですけどねそうそう、どんだけビビって作ったかみたいなと220台までいったかとか、うん、意外と攻めてるかもしらんし、うん、はい、お楽しみということで、はいはい、じゃあちょっと場所変えて、はいはい、ちょっと発表していきたいと思います。じゃあまずプロギアから、はいはい、ちょっと発表していきたいと思います。もう一回見せようかな。 RSFプロトタイプになるんですね、はい、ちょっと詳しくわかんないんですけど、うんうん、多分あれです、はい、あのヘッドです。え、これ数値終わってるけど大丈夫なんですかこれ言っていいんですか。これ大丈夫、言える数値。いやいや、ある意味言えるけど、言える数値ちゃんと終わってるっすよ。でも見たことない、見たことない数値出てますあ、そうな、はい、しんな、ちょっとしんがえぐいっす。そうな、当たったら飛ばなさそう。で、しんのイメージなんぼですか、ちなみに。 2.何ぼでしょ、うん、まあ3点前半とか、うん、じゃあ板厚、はい、フェイス厚ですね、はい、この順番で、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、発表していきたいと思います。はい、フェイスの板厚が1番 4.84。 え終わってるけど大丈夫ですか。え、どこ指摘されたんやったっけ、なんか場所何点か調べられて、はい、そう、その場所だけ指摘されて、そこがやばかったんちゃう、位置がやばかったんちゃう、死んっていうことないんちゃう、なんか、いや、2番もやばいです、上の方って聞いた、2番も終わってます、漏れなく、ここも終わってますいきます、はい、2番 3.71、通常の芯より分厚いです3番 2.92、はい、4番 2.75、うん、5番 3.53、うん、6番 2.72、 分厚、7番 2.80 これね、国産って感じやな、ま、いや国産って感じなんですかね、 4.84 って初めて見ましたけどね、うん、初めてやな、飛ばなさそうしかも反発係数がなんでって感じです。また言えるん、それは。これ言えます、言える数字、はい、なんかさっきの数値とはギャップあります。ああ、
まあ、一応反発ケースのギリギリラインが257やったっけ。257がルール内ですね、はい。まあ、国産って大体230台じゃないですか。そうですね。で、まあ、キャロウェイとかやったら250台とかで、うんうん、けどこれは、はい、CT 値が249、反発ケースが0.8266。不思議でしょ、ここそんなフェイスアーツって、ね、普通に249やったら何の問題もないクラブというか、うん、飛ぶわけでも飛ばへんわけでもないっていうイメージじゃないですか、うん、一時のテーラーというか出てる方やな、うん、むしろ出てる方なんですけど、どうやって反発させてんねやろそんだけ分厚いフェイスで 4.84 って聞いたことないですか、これ、うん、COR 加工する余地めちゃくちゃある。あー、なるほどちょうどええじゃん、ちょうどええな、従ってるもん、めちゃくちゃ飛ぶかもしれへん、削れるから。でもこの 4.84 で一回 C 出すのが楽しみかもしれない。あー、そうやな、はい、どれぐらい飛ぶんか。じゃあ次行きますか。はい、3点前半になった。いや、これ不思議やな、うん、潜在能力だけはすげえ秘めてるわ。じゃあ次、パラダイムのトリプルダイヤ S 発表します。はい、これは言ってるやろ。うん、だってまずキャロウェイって毎作こうえぐめの数字出してくる、うん、もうギリギリやん、いつも。でなおかつ TC シリアル、まあ、ツアー支給って、うんうん、テイラーの時何個か終わったやろ。終わった終わった。だから攻めてんのよ。攻めてるっていうか、もうツアー支給アウトなんじゃないかなっていう話してたんですよやけど、どう出てるんやろ、うん、では発表します。はい、イタツ1番 3.52。 ええちょっと待って、はい、はい、え、なんかあったあったかもしれない。1番ビビってる、ビビってる。2番 2.36、 3番 2.99、 4番 2.49、 5番 2.26、 6番 2.43、 7番 3.27。 何これ、えらいリアクション取りにくかったぞ。え、どういうこと。反発ケースは、そうなると反発ケースは CT 値が241で 0.8231。 ハロウィンで 2.前半とかそういうイメージやったけど、うんうんうん、2.06 とかそういうのも真ん中以外だったらあるみたいなのがキャロウェイやと思ってたけど、251はないと。確かにキャロウェイなら241ですもんね、うん、241だって去年のローグ ST トリプルダイヤ LS は257だったんで、うん、そこから考えると、うん、今回トリえちゃうわ、パラダイム X がまあまあ高かったんな。5か6ぐらいあったもんな。7ヤードぐらい飛ばん計算になります。やば、悲しい飛距離にはうるさいみたいなねちょっとでも前にいてほしいかな。まあでも反発係数以上の何かしら効果がもしかしたら S にはあるのかも。 S むちゃくちゃ人気みたいなので。そうやんな、もうあの最初からちょっと出てたもんな S って。うんうん、なんかね出回ってたもん、小ぶりでプロがいっぱい使ってるっていうニュースがもう出まくってたので、うん、意外やな。意外、そうか、いかがだったでしょうか。尺が全然足りません。またじゃあアニメの話していくしかないっすねこの辺出るね、うん、おまけかなこの辺からは、まあ、北斗で言うところちょっと待ってよ、まだ乗っていける話じゃないな。でも世代的に見てる人はそういう世代なんでしょうね、うん、一番だって筋肉マンとかはね。筋肉マンで言うとちょっと分かりにくいなこれ、答えにくいぞ。え、最初のやったっけ。あ、ドラゴンボールか。ドラゴンボールトリプルダイヤ S はまあレアキャラやろな、きっと。なるほど、うん、なるほどね。レアキャラで、レアキャラやのにそんなに強くないみたいなやつ。レアやのに誰やろな。人造人間編のトランクスぐらいかな変のってなった瞬間、あーってなった今頭の中ブルーロックしかなさすぎてブルーロックで言うとナムさんでしょ。え、ナムさんでしょ。誰ナムさんって。イガラシみたいなやつ知らん、誰やそれ坊主の。あー、イガラシってなんだ誰のことイガラシってあれイガラシちゃうかったっけ名前忘れたけど、
ちょっと難しいな。ちょっと難しいです、ね。プロギアに関して言うと、一回失格なって出てきたやつだから。一回失格。一回死んで復活したみたいなパターンかな。で、ちょっと弱なったみたいな。弱なって帰ってくるアニメ成立しないでしょ。確かにね。大体強なって帰ってくるもんな。現実世界でダルビッシュさえ強なって帰ってきましたからね。トミー・ジョンしてからルール破って少年院入ったけど更生して帰ってきたみたいなヤンキーやな。ちょっとピン今回ピンとこなかったなんかコメントください、ね、で何でもいいです。この動画が面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価してください。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。